テテテテテイエ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 イ、優しくて明るい面白い男の子ヒロックでーす。ヒヒヒロック、海子ハロロヒロヒロ、はいどうもこんばんは、 YouTuber ヒロックでーす。今回はね、ちょっと、今回は、こちらをやっていきます。なんかね、すごいね、面白いアプリを見つけて、ちょっとダウンロードしたんですけど、こちらの、これ見えるかな、これ。これ。これ見えるかな、泥団子。泥団子っていうね、まあ、泥団子っていうアプリ、ちょっと今回やるんですけど、まあ、タイトル通りね、泥団子っていう、まあ、アプリですね。まあ、要は、団子ですね。団子っていうのはもう、幼稚園児から小中高と皆さん作っている団子ですね。例えば、団子です。僕もね、一回ぐらいね、彼女のためにね、団子を作ったんです。おっきい団子。それに、ちょっと似たようなアプリ。今回は、もう、団子っていう、なんか、スマホでできる、なんか、団子。まあ、ゲームですね。で、やっていきたいと思いまーす。団子、はい、中心中、早速ゲーム開いたら、これがよ。早速ゲーム開いたら、これかよ。中心中。中心中、中心中、中心中、中心中。中心中。中心中。はい、こんな感じです。泥団子っていう、アプリ。まあ、こういうアプリですね。まあ、皆さんご存知かもしれませんけど、こういうアプリです。で、これがもう意外と人気らしくて、しかも、あれ？違う違う。これがもう意外と人気らしくて、で、2013年って書いてあるんですよ。2013年。だから2013年ってことは、今から、5、6年前。5、6年前。だけど僕が高2の時に、泥団子っていうのが流行ったぐらいで、もう懐かしいですね。僕もやったことないんで、わかりませんけど、僕の、まあ、先輩である、ヒカキンが、これを、やったということで、俺も、やるぞっていうことで、ドロ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 ランゴドロドロランゴドロランゴをやっていきたいと思います。タッチでスタート。なんか気持ち悪い、気持ち悪い。なんか気持ち悪い。こんな感じです。まあ、タッチでこうやって操作するだけ、あーってやる。すごい。あ、泥団子をやったら、キラキラ光る。しかも、割ったらなんか、昭和のなんかおもちゃがゲットできるよっていう感じですね。普通の泥、普通の泥と、まあ、すごい泥。すっごい泥。もうすごい泥。と、ものすごい泥。ものすごい泥。これはショップ。ショップですね、これは。じゃあ、普通の泥作りたいと思います。転がせ！
なんだこれ。丸め、まもろしマン。まもろしマンですね。むずい、意外とむずい。意外と難しい。久々に、こちらの、ドラランゴアプリをやりました。僕がやったところ、ちょっと映画に回せんかったんですけど、まあ、こうやって、もう素早く回したと思います。ドラランゴね、ぜひね、遊んでみてください。じゃあ、バイバイ。最後まで見てくれてありがとうございます。このチャンネル登録、ひろかわりゅうひろく TV のチャンネルアカウント、まだ登録してない方、ぜひ登録してよ。登録登録ー。